はい、それでは今回から平安時代という、時代に入ります。前回まで奈良時代だったんですが、今回のタイトル、権力を握った貴族たちということで、貴族の力がですね、強くなってくると。まあ、これはだから、つまり天皇の力が弱くなっていくということですが、これですね、天皇の力を強くする理由っていうのは何かというと、まあ、強い国を作ろうという目標があったんですね。で、これが別にそんな強くてなくてもいいんじゃないかっていうふうな感じになってきたのが、おそらく、まあ、奈良時代後半から平安時代にかけてなんだと思ってます。で、これを、まあ、ある種その、律令制度というものが崩れていたというふうに考えてね、律令制度が崩れた理由について考えますっていうのが今回のポイントになります。まあ、律令制度ってね、そもそも何でできたのかっていうと、まあ唐という中国のね、でかい国が誕生して、これがまあ日本に攻めてくるかもしれないという恐怖感から強い国を作んなきゃいけない。そのためには法律だということで、律令制度作りましたね。で、実際には日本は中国の唐と朝鮮の新羅、唐新羅連合軍と白村江の戦いという戦いで、戦争して負けて、で、帰ってくると。ってなると、より、唐新羅連合軍が日本に攻めてくるかもしれないっていう怖い状態になるんですね。で、この恐怖に打ち勝つためにどうしたらいいかっていうと、もう必死になって、この律令をですね、作っていって、で、大宝律令っていうのができたと。で、一つ、この班田習字の方ってありましたが、まあ、みんなに田んぼ配ってあげると。で、結構十分な田んぼで、配ってあげるんですね。6歳以上の男女に。で、なんでこんなことするかっていうと、最低保障のお米は食べれるようにしますよと。ただし、いろんな税はちゃんと納めてね。それから、軍隊にね、来てねって言った時は必ず来てねという形でですね、まあ、徴兵的な感じですね。はい。まあ、これを何もですね、すべてが、唐新羅連合軍が日本に攻めてきたときに、迎え撃てる体制を整えると、いうことで作られたと思うんですね。はい。ただ、10年経っても20年経っても別に、攻めてこないということですね。結果的に言えば、中国、唐と朝鮮の新羅、この2つが仲が悪くなってきてしまったので、タッグを組んで日本に攻めてくるということはなかったわけです。だから、今から平安時代ですが、平安時代の前の奈良時代の約70年間は、ずっと攻めてくるかな、いつ攻めてくるかなってね、待ち構えてたんだけど、結局来なかったと。じゃあ別にそんなに頑張んなくてよくないかという感じになったんだと思いますね。はい。で、これがね、おそらくこの律令制度が崩れた原因ですね。まあ、そもそも律令制度でスタート時点ではかなり多くの人にね、負担をかけて、みんなで国を守ろうぜと。だって攻め込まれて国が潰れちゃったらもう大変でしょという結構ね、強い圧力の中で生まれたものだと思うんですね。はい。だけど、結局来ないんだったら、別に緩くてもいいじゃないかというふうに方針転換したのが、この時代、平安時代からなんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、実際にはじゃあ平安時代いつから始まったのかというと、この桓武天皇ですね。桓武天皇が平安京に都を移してからです。一応その前の平城京っていうのは奈良時代ありましたが、そこから長岡京という京都に移って、その後またね、すぐに平安京に来ています。で、平安京から、まあ、平安時代でなって、で、明治維新までずっと京都のこのね、平安京でありましたから、とても長い。この後、遷都ないですよ。都を移すことはないですよってことです。で、桓武天皇はまず、まあ、都づくりをね、一生懸命やるのとともに、東北地方を平定しようとして、坂上田村麻呂という人物を、まあ、征夷大将軍に任じます。征夷大将軍っていうのは、この伊、蝦夷ってね、東北地方にいる異民族ですが、この民族を倒す大将軍ということで、征夷大将軍という名があります。まあ、これ後に、いろんな人がなりますが、源頼朝以降ですね、武士の、棟梁、
武士の中で最も出世した人物、多くの武士に号令をかける中心の人物というふうな役職になっていきます。なので、まあ、大概ですね、この征夷大将軍を任じられたら幕府を開いたということになっていくってことですね。まあ、足利尊氏が任じられたら足利幕府、徳川家康が征夷大将軍に任じられたら江戸幕府という形になったんだということですね。まあ、これは後々の話です。はい。で、ただこの都づくりとかこの東北の方の征馬、戦うものですね、まあ、この辺りは途中でやめちゃうんですね。はい。だからこの辺りも特にね、天皇はリーダーシップを取るんだけど、徹底的に全部やるぞっていう感じではないんでしょうね、きっとね。で、このあとだから、いろんなものを、部下たちに任せていくような制度っていうのが平安時代に作られます。だからですね、このあと平安時代になってくると結構ね、10歳未満の天皇とかがたくさん登場するんですよ。で、これは別にね、あえて小さい子にしたっていうわけではなくて、これは小さくても全然やっていけると、なぜならいろんな人に任せちゃうからですね。まあ、理由としては当時ら義連合軍が別に攻めてくるっていう状態がないので、外敵がないっていうこととか、あと2つ目には律令制度がかなりこう整ってきたので、別に制度上しっかりしてるから天皇がいろいろ決めなくてもいい、っていう状態になった、まあ、一定の儀式さえやればいいという状態になった。で、まあ、3つ目は藤原氏がすごく強くなったということが言えますね。はい。で、特に反田修司の方っていうので田んぼを分けてましたけど、いろんな人に。でもその制度でなかなかこううまくいかなかった、結果墾田永年私財法というのができて、で上級貴族や大きなお寺寺社ですね、こういったものがたくさん、私有地を保有することができますよという制度ができますね。これを荘園と言います。で、荘園というものを多く確保すると、その上流階級が力を持ってくると。で、ここら辺ですごくこう力を持ってきたのが、まあ、特に藤原氏ですね。で、藤原氏の中でもいろんなのがあるんですが、いろんな家があるんですが、藤原氏の中で、最も権力を握るっていうのがこの藤原道長とか藤原の頼通の家ですね。で、彼らはとにかく天皇家に自分の娘を嫁がせます。で、ただ嫁がせるだけじゃなくて、そこからちゃんと、その天皇との子供を作って、そして、それは男子 で男子が天皇になるというハードルをくぐり抜けて、で天皇のおじいちゃんという形で、政治を行っていくと。まあ、これはだからすごく運もあるんですけども、それをやっていくということですね。で、結構こうちゃんと天皇に奥さんとして、で子供を産んで、天皇孫を天皇にするためにとても大事なことというのは、皇后にするということですね。皇后というのは、天皇の正式な奥さんであり、その、人との間の男子は優先的に天皇になるという特権がありますね。皇后というのはとても大事なんですね。だから当時天皇はたくさんの奥さんがいますが、その中でも正式な人っていう皇后になれるかどうかっていうのはとても大事で、でこの藤原道長はなんと3人も自分の娘をですね、天皇の皇后にしたということで、まあ、一家三号と言われるぐらいですね。なので、まあ彼は有名な歌でね、この世をば我が世とぞもう文字月の欠けたることもなしと思えば、まあこの月が欠けてないように、まあ俺の人生も完璧だというような、歌を詠んだとされていますが、まあ、それぐらいとても安定した、そして今までにない、力を手に入れたという感覚になったというふうに言われています。まあ、あと息子の頼通ですね。で、ここが絶頂期であるということです。で、その時世界ではどうだったかというと、唐が滅亡しました。宋という国になります。
菅原道真という人がね、唐はもう学ぶものはないから遣唐使を廃止しましょうと言いましたが、まあ、これすごいですね。実際に国が一個潰れるかどうかなんて予測はなかなかできないもんですけど、彼が予測してからもう数年で潰れましたから、これはすごい、と思います。それから新羅が滅亡します。今度は高麗という国になります。はい、こういった、東アジアの変化がありました。はい、ではですね、今回はちょっと律令制がなぜ崩れたっていうことに絡めて、なんで平安時代では天皇中心の政治ではなくなってしまったのかということですね。もともと天皇中心の政治でやっていくなということだったんですよ。だけどこの天皇中心の政治が平安時代ぐらいになるともうなくなっちゃうと。具体的に例としては天皇が幼いと、もう子供の天皇がよく天皇になっていると。じゃあなぜそんな天皇中心の政治ではなくなってしまったのかということをちょっと考えてみてください。まあ、これはつまり、律令制度がなぜ崩れたのかという答えになりますので、ちょっと考えてみてください。はい、以上で終わります。